どうも山村です。今日はですね、ちょっと興味深いニュースが舞い込んできましたので、それを皆さんとシェアしたいと思うんですけれども、皆さん YouTube リワインドっていう、まあ、ビデオのシリーズをご存知でしょうか。これは毎年 YouTube がね、その1年間2018年の YouTube というものを、まあ、総まとめするような、まあ、動画を作るシリーズで、まあ、2013年ぐらいからやってるのかな。で、だんだんこう、まあ、個人 YouTuber みたいなものもね、社会的に、認知されるようになって、YouTuber っていうものも、まあ、その YouTube リワインドっていう動画に出てくるみたいですね。リワインドっていうのは巻き戻しっていう意味があるんですけども、要は1年間を巻き戻して YouTube で何が起こったか見てみようぜ、みたいな話なんですね。で、ここ数年は、まあ、5分からね、7分ぐらいの、まあ、その年流行った音楽のマッシュアップに合わせて、いろんなこう動画のネタみたいなものを振り返っていくとか、まあ、今年脚光を浴びた YouTuber とか有名 YouTuber とか出てくるみたいなパターンだったんですよ、今までは。で、僕結構その YouTube リワインドのシリーズは好きで、毎年結構見てたんですけど、今年もですね、YouTube リワインド2018ということでですね、動画が、まあ、ちょっと前に公開されました。日本勢からは、ヒカキンさんとかね、フィッシャーズ、あと、バイリンガルのチカさんとか、まあちょっと今年は日本勢寂しい感じではあったんですけども、まあそういう感じでしたと言うんですけれども、この YouTube リワインド2018がですね、なかなか物議を醸しておりましてですね、非常に評判が悪い。そう、非常に評判が悪いんです。まあいろんなところからいろんな意味でですね、まあ叩かれてしまっておりましてですね、ウィキペディアに最も低評価を押された動画という、まあ、ページがあるんですね。で、そこにはですね、長きにわたり、ジャスティン・ビーバーのベイビーが1位でランクインしたんですね。まあ、大体低評価率 40% ぐらいだったのかな。ジャスティン・ビーバーのベイビーが900万低評価ぐらいで、長らくね、低評価数ランキングでは1位にいたんですけども、なんとですね、その YouTube リワインド2018はですね、昨日かな、昨日の段階で、その、ジャスティン・ビーバーのベイビーを抜いてですね、YouTube 上で最も低評価が押された動画になってしまいました。そして前人未到の1000万低評価をすでに超えています。今日の段階で1100万を超えてるのかな。というわけでですね、結構 YouTube リワインド毎年楽しみにしてる人も多いと思うんですけれども、今年の YouTube リワインドは、なんとも不名誉なことに YouTube 上で最も嫌われた動画になってしまったという事件がありました。はい。というわけでですね、今日は、まあ、なんでこんなに YouTube リワインド2018がね、人々に、批判されているかということをですね、ちょっと考えてみたいなと、後の YouTube のために。はい。これはかなり面白い現象だと思うんですよ。結構有名な YouTuber とかね、各国のこういろんな YouTuber とかも出たりして、ヒット曲もちゃんと使っていて、で、まあ、今年流行ったネタとかもちゃんと入ってるんですけれども、1000万低評価になってしまったということでですね、まあ、ちょっと考えていきたいと思うんですけども、まず僕がちょっと着目したのは音楽なんですけども、まあ、正直言って音楽は問題なかったんですよ。カーディビーの I Like It とか、BTS アイドル、パニックアットディスコの High Hoops、ドレイクの In My Feelings、マシュメロの Happier、あと、ベイビーシャークも入ってましたね。このパート見て、あ、悪くないじゃんと。確かに今年を代表するというか、今年の YouTube リアルにふさわしい曲たちだろうなと思うわけですよ。で、実際曲は良かった。じゃあ、まあ、フィーチャーされたネタは何があったかっていう見ていくと、まあフォートナイト、K-POP、ロイヤルウェディング、ボンゴキャット、木板、あと口紅を溶かすやつですね、マシュメロ、ヨーデリキッド、サッカー、スターマン、ASMR、アルミホイルボールなどなどが、まあ入ってるんですよね。まあアルミホイルボールとかはね、日本の YouTube 初の、まあ、ネタだから、まあ、なかなか嬉しいんじゃないかなとか、スターマンっていうのはこれはですね、スペース X が火星に向けて打ち上げたテスラモデル X ですね。まあ、一個思うのは、ちょっといまいちなネタも多いかなと思っていて、例えば、ロイヤルウェディングとか、サッカーワールドカップって別に YouTube 関係ないじゃないですか。確かにロイヤルウェディングは YouTube で中継されてましたけれども、なんかこれは、むしろこう、世界的な話題に YouTube が乗っかってるだけであって、YouTube の話題ではないですよね。サッカーも同じく。あとは、木板と ASMR については、これは結構昔からある動画ジャンルですよね。で、今年注目を集めたって、まあ、言えんのかどうかわかんないんですけども、でもまあなんか、ちょっとどうなんだろうなとか思ったり。
あとはね、もう一個ポイントとしてあるのは、なんかそれぞれのネタのね、なんか掘り下げというか、触れ方がね、浅いんですよ。なんかフォートナイトもこう、空に浮いてるバースが出てきてみんなそこが飛び降りるとかさ、あとさっき、また ASMR の話なんですけど、ASMR もなんか全然 ASMR してなくて、本当にそのテーマとか、本当にそのこう、ジャンルとかコンテンツみたいなものを理解してるのかどうか、まあ怪しいと。ったところはあるかなと思いましたね。で、まあここまでがまあ客観的に見れるネタの話なんですけども、ちょっとねここで一つ僕がこう YouTube リワインド今年の YouTube リワインドを見てどう思ったかっていうことをちょっともうお話ししておきたいんですけど、結構僕も YouTube リワインド大好きなんですね。もう毎年楽しみにしてるんですよ。今年は何が入ってくる誰が入ってくるだろうと思いながらこう待っていて、多分降ってきてすぐぐらいに僕見たんですね。お来た来た来た。今年の YouTube リワインド来たと思ってこうやってバーっと見たんですけど、あ、おウィルスミスだ。MKPHD だ。KC ナイスタッドだ。おう。え？なにこれ？は？ああ。終わったわ。みたいな感じだったんですよ。でね、見終わった後ね、今年の YouTube リワインドの低評価っていうものがしばらくして、まあ、結構取り上げられるようになるんですけども、僕は、それを見る前、というか、それが取り上げられる前に、最初にその YouTube リワインド2018を見た時に、自然とこう低評価を押してしまいましたね。とても面白くなかったんですよ。とても面白くなかったんだ。まあね、曲とかこうネタにはある程度納得感があるんですよ。もちろんなんか触り方とかね、そうチョイスに関してはちょっと疑問は残るんですけど、よかったんだけど、今回の一番の問題として、まあ YouTuber がたくさん出てくるんですけど、内容がほとんどその YouTuber に関係がないっていうところが、まあ一個あるかなと思っていて、例えば、出だしでウィル・スミスが出てきて、今年はフォートナイトとマルケス・ブラウンリーが見たいって言うんですよ。で、シーンが変わって、マルケスがこう、フォートナイトのバスの中にいて、これが見たいんだろうとか言い始めるっていう。マルケスって、ね、テック YouTuber やし、ゲーム実況とかしたことないし、みたいな。で、その後忍者が出てくるんですよ。で、忍者は、Twitch の人じゃないですか。忍者って、Twitch の生放送を YouTube にアーカイブしてるだけなんですよ。だから Twitch コンに忍者が出てくるのはわかるけど、YouTube リワインドに忍者が出てくるのなんかよくわからないとかね。9ヶ月間動画を上げてなかったライザ・コーズが出てきたりとか、まあいろいろまああるんですけど、その後に僕が一番ハーと思ったのは、ケイシー・ナイスタッド、僕が大好きな Vlog YouTuber のケイシー・ナイスタッドがツインズと一緒に K-POP って叫ぶんですよ。K-POP とか好きじゃないでしょ、君みたいなね。実際自分の動画でも言ってました。ケイシーがこんだけ YouTube リワインドが燃えてしまって、自分の思うところを話すということでこう言ってたんですけど、あれはやっぱり良くなかったっていう風に自分でも言ってましたね。まあ全体的にそういう感じがあるんですよね。あとめちゃくちゃ寒いポエムタイムとかね、ああいうのをやってもいいんだけど、ちゃんと感動とかこう思想みたいなものが伝わってこなきゃいけなくて、ただこうなんでそれが今回伝わってこなかったかっていうと、さっき言ったみたいに、結局そのテーマに合わせて全く関係ない YouTuber が全く思ってもいないことを言わされているってことがもう視聴者にこう見てわかるんですよね。ケイシーの人とかこう K-POP って叫びながらこう BTS で踊るわけもないし、マルケスがフォートナイトやるわけないし、もちろんウィル・スミスもフォートナイト好きなわけないし、ヒカキンとかフィッシャーズがこうベイビーシャック踊るわけですよ。もう意味わかんないじゃないですか。今回の YouTube リワインドは YouTuber をこうタレント役者としてキャスティングしたんですよ。自分たちが書いたシナリオを読んでもらった、演じてもらったっていう、まあ、構図なんですけど、まあ、そういうキャスティングとか、まあ、演出のクオリティがとてもこう低かったってことだと思うんですよね。関係ない人たちに思ってもいないようなことを言わせてしまったと。で、それを見た人たちは普段からその人たちのビデオを見てるわけだから、あ、こいつがこんなこと言うわけないとか、ケイシーっぽくないとか、マルケスっぽくないとか、もうわかるわけですよ。で、その状態で、女性の活躍がどうだとか、アジア人のエンターテインメントへの進出がどうだとか、ワーキングマザーがどうだとか、バイリンガールチカさんがワーキングマザーがどうだとかって頑張りましょうとか言うんですよ。はぁ、みたいな。全くこう、意味がわからないし、支離滅裂ですよね。で、教育がどうだ、メンタルヘルスがどうだって、そういうなんかいい感じのメッセージみたいなものをこう押し付けられても何も思えないわけじゃないですか。何もこう共感できないわけですよ。言わされてるのがもう目に見えてわかるし、こういうことを普段から言ってる人たちじゃないってことをもうこっち側が知ってるわけですよね。だからもう、あ、これは偽物だって思っちゃうわけですよ。あ、これはもうなんか やらせだな、なんかこう、出来の悪い感動ドラマだなってなっちゃうわけですよね。で、その後も良くなかった。コメントを読もうぜと言い始めるわけですよ。で、コメント読もうぜって。で、みんなが見たいものを見せてあげようとか言って、で、コメントピックアップして、ね、じゃあ ASMR やるとか、スターマンをやるとかね、I love it, outfit やるとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、どれもちょっと押し付けがましいというか、君たちのに寄り添ってますよ。君たちこういうもの見たいでしょみたいな感じがとてもこう、伝わってきて、面白くない。
ていうかなんか不快だったよね。コメント読むのは大事だと思うんですけど、視聴者が見たいものを見せちゃいけないんですよ。視聴者が見たいものを超えていかなきゃいけないから、見てる側としては期待を裏切ってくれないと、いい意味で期待を裏切ってくれないと面白くないわけですよ。何でもそうですよ、エンターテインメントって。思ってもいなかったことが起こるから面白いのであって、ね、こうしてほしいといったものをそのままビデオに突っ込むなんてやったらダメですよ。でそれがまたあっさいんですよね。本当にもうなんか全然いけてない。で、そもそものその動画の全体の構成も問題だと思っていて、今回はその集められた YouTuber たちが自分たちでリワインドを作るっていう体なんですよ。最初ライザコーゼイが言うんですよ。あの、今年のリワインで私たちがコントロールできる、私たちが支配してるっていう風に言うんですよ。だけど、あの、出てる人たちに関係あるコンテンツがほぼほぼないわけですよね。で、言ってることもこう薄っぺらいし、絶対にこう、そんなことをお前普段やってなかったじゃないかっていうことなわけですよ。で、それに対する演出もしょぼいと来てるので、もうなんか、エンターテインメントとして、ビデオとして何もこうなんか、入り込んではいけないんですよね。逆に言うともうなんか、あの、ヒカキンとフィッシャーズがベイビーシャックを最後ちょこっと踊って消えていったのは良かったかもしれないよ。この YouTube 最大の黒歴史に関わった形とすれば、あれは良かったかもしれませんよね。本当にちょこっとだけなんですよ。数秒ちょっとこうやって踊っただけだったから。なんだこれはとも思いましたけど、まあでも、改めて考え直してみると、まあ良かったのかもしれないとかね、思ったりね。というわけでですね、まあ、あの、今年の YouTube リワインドの話をざーっとこうしちゃったわけなんですけども、あの、僕が言った、あの、僕の好きな YouTuber、最初に出てくるマルケス・ブラウニーっていうテック YouTuber がいるんですけども、彼もあの、リワインドに関するあの動画を出していて、自分のチャンネルで。で、そこで彼が言ったのは、まあ、YouTube リワインドはどんどんこう、コンテンツが、あの、ユーザーとか、そのこう、YouTuber みたいな、あの、コミュニティからどんどんこう、乖離していってるという話はしていたんですけども、あの、YouTube さんが何をしたかったのかってことを、まあ、彼は話していて、YouTube ってのが結構もう社会的に大きな存在になってきたわけですよね。もう今となってはもうあの一大プラットフォームなわけですよ。で、結構いろんな問題を含んでいるから、まあ、クリーンなイメージを作っていきたいと。 YouTube さんはもううちのプラットフォームには素晴らしいクリエイターがもうたくさんいますよ。スーパークリーンな素晴らしいクリエイターたくさんいますよ。オラっつってこうね、当たり障りのないね、あのよくわからないビデオを作ってね、あれは要は広告なんですよ。誰に対しての広告かっていうと、広告主、要は YouTube 上に広告を出してくれる企業様方に向けたアピール。うちのプラットフォーム、うちのサービスってのはこんなに素晴らしい、こんなにキラキラしたスーパークリーンな人たちがめちゃくちゃたくさん集まってますよっていう広告を YouTube リワインドではやってるんですよ。それはなんでかっていうと、広告主に向けて広告出してねっつって、俺たちはいいプラットフォーム、いいサービスだよって言ってるわけですよ。まあなので改めて、まあその YouTube リワインドを広告として見てみたときに、まあこうやって見ると、まあそこまで悪くないかもな、まあ寒いけどみたいな感じには僕は思いましたね。うん。まあ、とはいえ、まあ、見てる側の、こう、人たちって、そういう多分認識はしてなくて、YouTube リワインドって、ま、年に一回の、まあ、お祝いというか、お祭り、YouTube の一年間を振り返る、まあ、総まとめの素晴らしいビデオが出来上がる、誰が出てくるかすごい気になる、みたいな感じで見ていたわけですから、まあ、もちろん、こう、いろんな人の、反感というか、まあ、期待を裏切った、悪い意味で裏切ったというところで、まあ、最も不名誉な動画の称号を、まあ、その YouTube リワインド2018は受けてしまったと。いうことだと思います。昨日ですね、 YouTube リワインドのその動画の低評価数がですね、前人未到の1000万を超えましてですね、 YouTube さんの、公式 Twitter アカウントがですね、これについて反応をしていますと。新記録、あれちょっと待って、そういうとこですよ YouTube。これに続けてですね、YouTube の公式 Twitter がコメントを出していますと。リワインドに参加してくれたクリエイターの皆さん、そしてそれに、まあ、コメントしてくれた、コミュニティ、の皆さん、ありがとうございますと。私たちは皆さんの、言葉というものをこう真摯に受け止め、次の1年、来年の、まあ、制作すべてに、生かしていきますということですね。期待していてください。Watch this space という感じで、まあ、書いてあるわけですけれども。ね。多分 YouTube さんはこれが素晴らしいビデオになると思って作ったんですかね。まあコンテンツとして見た時にはまあ正直言ってまあ失敗していると言わざるを得ませんね。まあ YouTube というプラットフォームもの力も借りてですね、広告としてもですね、まあ失敗に終わっているということがあるかと思います。大変不名誉な称号ですね。YouTube 上で最も低評価を受けた動画
しかもその低評価率というのが 80% を超えてるんですよね。つまり見た人の多くがあれを否定的に受け止めているという意味でのもう称号なので一番タチが悪いんですよね。ジャスティン・ビーバーのベイビーは結局その信者対アンチみたいな構図もありましたから、ジャスティン・ビーバーがこうね世の中的にバッシングに合うようなタイミングも今までもたくさんありましたし、まあそういうのに合わせて低評価が増えたというところで、まあ結構ね半々ぐらいになったんですよ。900万ディスライクって言っても、今回の YouTube リワインド2018に関して言えば 80% を超えてて、かつ1000万ディスライクなので、まあちょっとこうなんですかね、弁明の余地がないなぁと、フォローの余地がないなぁといった感じなんですけれどもね。ネタ的にもね、今年もう少しフィーチャーしていいものもあったと思うんですよね。例えばローガン・ポール VS KSI とかね。まあ2018年はローガン・ポールの受解事件でですね、大炎上から始まったわけですけれども、まあ僕個人的にはもう彼がクソ野郎であることについて疑いはないと思うんですが、まあローガン・ポール、彼が作るまあチャレンジャブルで、とてもこう先鋭的で、まあどぎついコンテンツってものはファンの支持を得ていたわけですから、でそういう彼がまあ KSI とボクシングマッチをするっていうことはまあ間違いなく一大イベントですよね。まあ絶対に YouTube を沸かしていましたし、いろんなファンを楽しませたと思うんですよ。まあ試合自体はしょっぱい内容だったわけですけども、あれは間違いなくトレンドだった。あるいは PewDiePie vs T-Series ですね。まあ、YouTube 上で最もチャンネル登録者数が多い YouTube チャンネルをかけて PewDiePie と、インドのレコード会社である T-Series が、まあ、戦っていて、でファンが PewDiePie をたくさん応援していて、現在もまあそれは続いてるんですけども、まあ、そういう大きなムーブメントもあるじゃないですか。でそれをみんな楽しんでいるわけですよ。そういうことをね本当に理解しているのか、そういうのが入ってこないっていうのもこうまたおかしな話だなと思いますしね。なので YouTube さんには、ね、ぜひですね、来年の YouTube リワインドはですね、ユーザーとかコミュニティとかクリエイターに寄り添った素敵なビデオを待っておりますので、はい、頑張っていただきたいなと思います。はい、皆さんがこの話に興味があるかどうかは分かんないんですけど、もし興味があったら今年のリワインド皆さんがどう思ったか、まあ、コメントとかに書いてみてください。というわけで今日は珍しく YouTube のニュースセンターに突っ込んでみました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。